ブレント・アーロン・クリブレンは、アメリカ合衆国、テキサス州オースティン出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。アメリカガソシエーションのウィチタウィングナッツ所属。2002年の MLB ドラフトで、デトロイト・タイガースから2巡目指名を受け、契約を結んだ。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・タイガースで28試合に出場した。2003年は、A 級。 ウェストミシガンホワイトキャップスで138試合に出場した。2004年は A 級レイクランドフライングタイガースで117試合に出場した。2005年は A 級レイクランドで130試合に出場した。2006年7月30日のミネソタツインズ戦でメジャーデビューを果たした。8月1日のタンパベイデビルレイズ戦でトラビス・ハーパーから メジャー初本塁打を記録した。オフにトリプル A 級トレードマッドヘンズへ降格した。2007年はトリプル A 級トレードで90試合に出場し、9月に昇格した。2008年はトリプル A 級トレードで126試合に出場した。2009年はトリプル A 級トレードで128試合に出場した。オフに対談した。2010年は アトランタブレーブスとマイナー契約を結び、メジャーでは4試合に出場した。7月31日に戦力外となった。2011年は開幕をアメリカアソシエーションのウィチタウィングナッツで迎えた。2011年5月9日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級ルイビルバッツで26試合に出場し、退団した。その後、 ウィチタウィングナッツに復帰した。46試合に出場した。その後、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。ここでは、参加の AA 級レディングフィリーズで46試合に出場した。2012年4月19日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。参加の AA 級モービル・ベイベアーズへ移動した。ここでは、67試合に出場した。 その後、AA 級リノエイシズへ昇格し、31試合に出場した。2013年は AA 級モービルと AA 級リノで計108試合に出場した。2013年6月17日にウィチタウィングナッツに復帰した。ここでは70試合に出場した。2014年もウィチタでプレイし、94試合に出場した。ありがとうございます。